必要なものは揃いましたね。背の字の城じゃない。無理に俺の家を出ずともよかったのだぞ。ハリエットとの生活を邪魔するわけにもいかないだろ。気にしすぎだ。そろそろ昼飯じゃな。娘っ子どもが来るのを待つとしようかな。パパたちの片付け終わったかな。そろそろ一段落した頃だと思うよ。きっとお腹を空かせてるわね。早くお昼を持って行ってあげなくちゃ。うん、そうだな。なんだかさっきから会話が続かないわね。二人ともそれだけ真剣に料理に打ち込んでるのね。そうだよ。当然じゃないか。とってもいい香りね。あ、グリューネお姉ちゃん。静かだと思ったらソファーで寝てたのか。ノーマさん、起きてください。お兄ちゃん、ずっとお兄ちゃんのまま。痛いだ。頭グリグリしないで、グリグリしないで。起きてください。いろいろあって最近寝不足なの。ご飯できた？ノーマも少しは手伝ったらどうだ？私はあんたらみたく料理を作ってあげたい相手がいないの。それは切ないわね。荷物運びを手伝えばよかっただろう。その方がよかった？さーて、料理を持って行ってあげますか。お兄ちゃん。うまい。よかった。まあ、このサンドイッチとっても美味しいわね。うん、そうだな。味わかってる？ジェイボー、よう噛んで食うんじゃぞ。モーデスさんにそんなこと言われると妙に腹が立ちますね。はい、パパ。味に始まり、食感から舌触りまで、この世のものとは思えないまずさだ。せっかく頑張って作ったのに、
いいわよ、もうそれ返して。俺には全部食う責任がある。途中で投げ出すわけにはいかん。何よそれ。みんなの分もあるから安心してね。ほら食べて食べて。動物の反応は正直ですね。飼い主のモーデス君が責任取って食べなさい。わい、いつもこんなんばっかりや。こんなことのために生まれてきたんと違うんだがの。おいしいでしょ。あら、モーゼスちゃん楽しそうね。走り回るほどにおいしいのかしら。いくらでもお腹に入っちゃうわね。わかる人にはわかるのよ。死ぬかと思ったわ。よっ。お邪魔します。外出しても平気なのか。今日はとても体調がいいんです。あ、そうそう、町の入り口の方が騒がしかったですけど、皆さん何かご存知ですか。人だかりができていましたよ。それに誰かの叫ぶ声も。様子を見に行きますか。放っておくわけにもいくまい。何かあったのか。ここは話の通じない人ばかりなんですね。フェニモール。よかった、姉さんの名前まだ覚えてるんですね。姉さん、それじゃあなたが妹さん。そうか、メモちゃんって確か双子だったっけ。フェニモールの妹、デューラです。はじめまして、メルネス様。こんな町に住んでいるから姉さんのことなんてすっかり忘れているのかと思いました。フェニモールのことを忘れたりなんかできないよ。ならご自分の立場も忘れてなぜこのような場所にいるんですか。陸の民と一緒に何をしているんですか。あなたが果たすべきはもっと他にあるはずです。おう、ちょっと待てや。シャーリーは外交官として水の民の代表としてこの町にいるのだ。君も水の民なら知っているだろう。この目で確かめるまで一緒に暮らしているなんて信じられませんでしたけどね。私は姉さんを殺しておいて
よくこんな場所にいられますね。陸の民なんかとよく一緒にいられますね。あなたおかしいんじゃないですか？ちょっと待て、お前とんでもない誤解をしてるぞ。メルネスをかばって姉さんは死んだのでしょ？メルネスが殺したのと同じです。お前な。お兄ちゃん、私は大丈夫だから。あなたは私たちの希望だった。なのにあなたは私たちを裏切った。今も裏切り続けてるじゃないですか。水の民の里にも戻らないで、こんな町なんかで暮らして、陸の民なんかと一緒にいて、一人だけ逃げ出したんですよ。おい、いいから。あなたがやるべきなのはこの人たちに報復することでしょ。この人たちを滅ぼすことでしょ。たくさんの仲間が陸の民に殺されました。姉さんも陸の民に殺されました。あなたの目の前で殺されたのでしょう。なのになぜ力を使わないんですか？それは、姉さんの命なんてあなたにとってはどうでもいいものだからですか？そんなことない。けど陸の民の方が大切なんですよね。ここにいる憎むべき陸の民の方が。それは比べられるものじゃないよ。そうやって逃げるんですね。姉さんが生きてるって知った時、私本当に嬉しかった。陸の民に襲われて姉さんと別れてしまってから嬉しいことなんて一つもなかったから、また一緒に暮らせると思うと嬉しくて仕方がなかった。なのにあなたのせいで姉さんにはもう会えない。あなたが姉さんを私から奪った。あなたが姉さんを殺したんです。そうだね、シャーリー。私がしっかりしていればフェニモールは遺跡船に残らなかったもの。私をかばって命を落とすこともなかったと思う。私がしっかりしていれば、バカにしてるんですか？それだけ分かってるならやることは一つじゃないですか。あなたがしなければならないのは私に言い訳することなんかじゃない。陸の民と仲良く手をつなぐことでもない。この人たちを滅ぼすことでしょ。それは違うよ。何も違いませんよ。ううん、違うの。それだけは絶対に違うの。話しても無駄みたいですね。あなたの考えはよくわかりました。もう話すことはないです。顔を見てるのも気分が悪い。帰ります。陸の民の町にいたら私までおかしくなりそう。かあ、性格悪っ。可愛げのない娘っ子じゃの。可愛いなんて思われたら虫ずが走ります。モーゼスさん、バカなこと言わないでくださいよ。テュッちゃんってば、文句を言うためにわざわざ来たわけ？恐るべき執念だな。執念か。私もそれくらい根性を見せないとダメなのかもしれないな。ああ、いやいや、こっちの話。シャーリーちゃん、元気出してね。大丈夫です。いつかこんな日が来るだろうって、覚悟してましたから。シャーリー。本当なら私の方から会いに行かなくちゃいけなかったんだと思う。マウリッツさんに里を任せきりにしてみんなの気持ちまで考えてなかった。私のしていることが水の民の総意でないことは分かっていたはずなのに。テューラさんは強いね。一人でこんなところまで来るんだもの。一人で背負わなくていいんだ。
これは俺たちの問題なんだから。陸の民と水の民の間の溝は俺たちが少しずつ少しずつ埋めていけばいい。感情面を簡単に解決できないのは仕方のないことだ。これは大昔から続く根の深い問題なのだからな。ほいでもわいらはみんな家族になれるはずじゃ。家族、家族を語らせるとモーゼスはいいことを言うからな。他にいいとこないけどね。なんじゃと。皆さん本当にありがとうございます。やっぱりここだったか。お兄ちゃんどうして。なんとなくここにいる気がした。私もっと強くならなくちゃ。お姉ちゃんに怒られちゃう。もう大丈夫。帰ろお兄ちゃん。さんだったよね。師匠見ててね。私が絶対に見つけてみせるから。頑張る元気ちょっとだけちょうだいね。よし頑張るぞ。何をだ。りっちゃん、こんなところでデート。別にそんなんじゃない。二人も邪魔しちゃ悪いから私帰るわ。じゃあね。ノーマのやつ何慌ててるんだ。私たちにここにいるところを見られたくなかったのかも。知り合いの墓か。名前はスベン。ジジイ、まだ町にいたのか。この下品な猿声はノーマか。まったく今日は役日じゃ。最悪じゃ。何があったんだ。ザマランさんを見かけた途端ノーマさんが怒り出しちゃって。さっさと大陸に帰りなさいよ。またやり長居するつもりはないわ。お前の情けない声も存分に堪能したことだしの。誰が情けない声だって。ノーマン、そんなに喧嘩腰では。何にも知らないんだから外野は黙ってて。いらんことは言わん方が良さげじゃん。とばっちりを受けて噛みつかれるのも馬鹿らしいですしね。まあ二人の意見が揃うなんてお姉さんとっても嬉しいわ。何よ。バカな夢を追いかけるのはやめにしたらどうじゃ。バカな夢？何がバカだって言うのよ。絶望を知らぬのなら仕方がない。じゃがお前もすぐにわかる。大バカ者のスベンと同じようにな。師匠だけは悪く言わせない。それが誰であっても許さない。現実は
お前が思うように夢物語を許してはくれん。手遅れになる前に目を覚ますんじゃな。スベンのように命を粗末にするな。お兄ちゃん、スベンって例の墓に記されていた名だな。ノーマちゃん、怖かったわね。お姉さん、心配だわ。ノーマ。こら、シャボン娘、返事くらいせんかい。さて。みんなに集まってもらったことだし、私の用事を話すとしますか。無理に話題を変えてますね。今度は笑ってごまかしてるぞ。集まってもらったのには深い理由があるのです。勝手に話を進めてます。何か危ないことに付き合わせるつもりじゃないだろうな。それでね、お願いがあるわけよ。ちょっと待て、今の間は何じゃ。それでね、私のお願いを。却下じゃ。なんでじゃ。ろくなことにならんじゃろ。ろくなことになるんじゃ。分かったから話を続けてくれ。聞いてから決めればいいだろ。さすがセネセネ。みんなにエバーライト探索を手伝ってほしいの。まあ、素敵ね。人食い席に私を連れてって。よりによって人食い席ですか。厄介な場所だな。また姉さんを拾うかもしれんの。もしかして行きたくない。あそこは危険が多い。それはノーマも知っているだろう。まあ、前に行ったことのある場所だ。なんとかなるだろう。せねせね、優しい。この分だと、俺たちがうんと言うまで騒ぎ続けるだろうしな。確かに。よーし、人食い席へ。私が絶対に見つけるから。エバーライトは絶対に見つけるからね。エバーライト？そうさ、すげえんだぞ。バッバーン、ズガーン、ズガーンって、とにかく超すげえんだ。それ全然説明になってないから。わからんかね、この俺の情熱からほとばしる凄さが。師匠の頭がおかしいのはよくわかる。そんなに褒めるなよ、照れるじゃねえか。師匠はもうダメだね。エバーライトってのはな、願いを叶えてくれる魔法のお宝のことだ。うっさんくさ。師匠、もう大人になった方がいいよ。お前ってさ、すっげえ冷めてる時あるよな。師匠と比べたら誰だって冷めてるってば。面白くないやつめ。お前には夢もロマンもないのか。え？師匠は夢見すぎ。ちょっと痛い感じする。まあ、もし実在するなら、この控えめな胸をバイーンってしてほしいけどね。いや、さすがのエバーライトでもその願いだけは無理だ。なんでよ。
無理だ。二度も言うな。ま、エバーライトを見つけたらダメ元でお願いしといてやるよ。あったらだけどね。俺はあると信じている。だから、あるないと俺が困るしな。ね。はあ、また始まったよ、師匠お得意の脳内理論。お前には師匠を立てようという可愛らしい乙女心はないのか。それって乙女心関係ないし。昔のお前は可愛かったのにな。大きくなったら俺のお嫁さんになると言って。誰がそんなこと言った。そうだったらいいなっていう俺に都合よくできた記憶がそう言ってる。おかしな記憶を捏造するな。もうバカしか言わないからザマラン先生と喧嘩ばっかなんだよ。師匠ね。あ、もう師匠じゃないんだ。師匠には、いやいや、だから違うんだよ。師匠が師匠で亡くなったら、なんて呼べばいいんだ。まさか、破門でもされたわけ。おうよ。威勢よく返事するな。あのクソジジイと来たら、エバーライトは存在しないって言いやがった。さすがにカチーンときたね。いや、本当にマジギレってやつよ。それでどうったのよ。頭の筋がブチンと切れたスベンさんはな、お前なんざ破門じゃーと唾をこれでもかと垂らしてきて。自分で破門言うな。本当にアホなんだから。まあ方向性の違いってやつだな。はは、困った困った、マジ困ったね。まったくバカなんだから。バカすぎる。てかマジでバカだ。真面目な話な、ジジイにはがっかりしたんだ。夢とロマンにあふれた男だと思ってた。あの人だけは分かってくれると信じてた。だけどその辺の学者と同じことを。それが普通なんじゃない。誰かの言ってることが全部正しいと思うか。ジジイの言ってることがこの世界の全てだと思うか。私には分からないよ。誰も分からないことだから探求することに意味があるんじゃないか。誰かの出した答えを確認するために俺は生きてるわけじゃない。自分の足で歩いて、自分の目でよく見て、自分の肌で感じていたいんだ。だからって波紋になることないじゃん。誰に何を言われても俺はエバーライトを探し続ける。人の話を聞け。それが俺の夢だからな。なあ、もう話を聞け。誰にも俺は止められん。いつ思い出しても師匠はバカだ。ほんとバカすぎて悩みなんて吹っ飛んじゃう。よし待ってろ、人食い席。最終地点に到着。さてエバーライトを探すとしますか。本当にここにあるんですかね。どうしたノーマン、何か見つかったのか。また楽しいことが起こるのかしら。お姉さんワクワクしちゃうわ。怪しいものにはむやみに触るなよ。ノーマンさん。おいノーマン、もしかしてもう触っちゃったのね。あらあら大変。
今度は何が起こる？私のせいじゃないからね。どう考えてもお前のせいとしか思えん。ついには魔物まで呼び寄せたか。なんたらはあったんか。ごめん、ここじゃないや。ふざけるな。あたしは本気、マジ本気。ほげ。ですよ、モーデスさん以下にはなりませんから。ジェイボー、ちょっと向こうで二人っきりで話しよっか。ノーマさん、どうかしたんですか？よし、次も頑張るぞ。次があるのか。当たり前でしょ。いつまで続くのかしら。エバーライトが見つかるまで。それじゃ張り切っていくよ。どこへですか。町に決まってるじゃない。私お腹減っちゃったし。そうね、おいしいもの食べたいわ。作戦も練り直しだしね。やれやれ、立ち直りが早いのはノーマの長所ではあるが、付き合わされる方の身にもなってほしいものだな。